みんなを笑顔にできるように頑張ります。今日はよろしくお願いします。ニコニコ笑顔の持ち主はタキ。私の名前はタキです。本を読むことが大好きな小学2年生8歳です。1年間で200冊の本を読んでいます。特技は絵を描くことです。みんなタキの名前を覚えてね。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは。私の名前はミユです。ミユのミは未来のミ、ミユの運は羽ばたく運の運。7月2日夏生まれの11歳です。得意なことはクリエイティブなことを楽しくすることです。なので絵を描くことがとっても大好きです。でも下手、好きこそものの上手なれ。未来羽ばたくミユです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。皆さんから元気もらいました。ありがとうございます。それではね、少し質問させてください。ここの皆さんは映画の出演者とお聞きしているんですけれども、その映画のタイトルは何なんでしょうか？ももが教えてくれたことです。今の名前なんですね。なるほど。このももが教えてくれたことは映画のタイトルということなんですけれども、その映画ってどんな映画なんですか？公園に捨てられていたももという猫、ももとその家族の心温まるお話です。猫ちゃんのお名前だったんですね。なるほど。この映画の撮影っていうのはいつどこで撮影する予定なんでしょうか？来年の春頃から富山県内で撮影予定です。これから撮影するということなんですね。で、今回はこの映画のね、宣伝だけではなくて、なんと本日アイドルとしてもデビューで結成式を兼ねたチーム名の発表となります。それではチーム名の発表お願いします。ベリーおめでとうございます。今日からということなんですね。素晴らしいです。このベビージェルの名前の由来教えてください。たずらっ子な小悪魔天使という意味です。かわいらしい名前ですね。なるほど。ではデビュー曲のタイトル教えてください。今回はビエノロッシさんのグローリーレイを歌わせていただきます。わかりました。それではベビージェルでグローリーデイです。ではよろしくお願いします。